牧野直樹議員の一般質問にお答えいたします。私からは塩尻基礎地域地場産業振興センターの今後の方針について、括弧1権利関係についておよび括弧2管理運営についての2点についてお答えいたします。まず権利関係についてでございますが、現在入居している事務所店舗等の権利関係につきましては、現在地場産センターには基礎漆器工業協同組合および飲食店2店舗が単年度を契約期間とした賃貸借契約を締結し入居しております。平成29年1月12日に基礎漆器工業協同組合および地場産センターから提出された要望書を含め、現段階では施設等の無償譲渡にあたり、地場産業支援機関として事業継続できることなどについて要望があるものの、入居者の権利継承等の条件は付されていない状況でございます。地方自治法第96条第1項第9号において議会の議決事項として規定している負担付きの寄付につきましては、寄付を受け入れる際に相手方から何らかの条件が付され、この条件を受け入れ先が履行しないときは、その寄付の契約が解除され、返還義務を生じるようなものを言うものと解釈しております。負担付きの寄付につきましては町内でも検討を行っており、また県とも、公益目的支出計画の変更申請と合わせ協議を進めております。その中では負担付きの寄付には該当しないのではないかと、現在は見込んでおるところでございます。しかしながら今後もあらゆるケースを想定し、引き続き協議を行ってまいります。その中で負担付きの寄付と、結論に達した場合は公の施設の条例と合わせ議会の議決をお願いしてまいりたいと考えております。次に、仮に解散等した場合の施設の運営につきましては、市が直営することはできませんので、新たな指定管理者を求めることになると想定されます。また正規職員の処遇については、原則として地場産センターが自主的に判断することになりますが、市としては公益法人としての団体の設立経過や出資者としての法的責任及び道義的責任を踏まえ、地場産センターと連携して慎重に対応する必要があると考えております。いずれにいたしましても、地場産センターについては当面市が継続して支援することにより、経営計画に沿って経営状況を改善する中で継続して運営されることが望ましいと考えております。私からは以上です。大瀬建設事業部長。私からは大きな2番の未来の都市づくりについて、括弧1道路インフラについて、括弧2区画整理事業についての2点についてお答えします。括弧1道路インフラについての緑ヶ丘南交差点改良の現状について、野村大門線通称高原通り線の現状について、南熊井高原線についてお答えします。国道19号線を東西に交差する市道南熊井郷原線の緑ヶ丘南交差点の右折レーン設置事業につきましては、去年より現況の平面測量と交差点の概略設計について進めてまいりました。国道19号線の4車線化も見据える中、管理する長野国道事務所や長野県公安委員会と協議を行い、交差点形状についてはほぼ合意をいただいております。昨年より地権者の皆様には交差点改良事業の概要につきましてご説明をさせていただいております。おおむね事業への
ご理解をいただいておりますが、平成30年度に交差点の詳細設計と用地測量を実施しまして、買収面積と支障物件の確定を行い、地権者の皆様にご説明をさせていただく予定です。次に市道野村大門線、通称高原通り線ですが、市道の中でも交通量が多く右折する車両があると渋滞を引き起こしている交差点や、大型車のすれ違いが困難な箇所もあることは認識しております。しかしながら道路を拡幅する場合、道路両側に家屋並びに社屋等が連帯しており、多額の費用が必要となります。そのため現在個人および事業者による建て替え等の際に、地権者の皆様に対比助的な道路拡幅にご協力をお願いして、できる箇所より工事を実施している状況でございます。続きまして、同じ市道野村大門線にあります諏訪倉庫北側ふれあいセンター広岡前の南北方向の交差点回廊でございますが、現在市内において同様な交差点回廊事業を3箇所実施しております。このような事業につきましては国の交付金事業を利用し進めるところでございます。そのため別の交差点改良事業箇所の完了後の事業実施に向け検討してまいりたいと考えております。次に市街地と片岡地区を結ぶ市道南熊井郷原線は、高井出地区センター東側の一部道路幅が狭く、地域信号バス等のすれ違いが困難となっており、高井出地区より地区要望としまして約170メートルにつきまして道路拡幅の要望がされています。国の交付金事業を利用して別の道路整備箇所完了後に事業実施を行う方法か、生活道路整備事業の一部として年次的に事業実施を行う方法か、地元区と相談しながら早期実現に向け研究してまいりたいと考えております。続きまして、同じ市道南熊井郷原線であります市営球場西側の変則的な4車路の交差点は危険な形状をしており、交通事故が多く起きているとお聞きします。先ほどより申し上げていますが、同様な交差点改良事業を3カ所実施しており、このような事業につきましては国の交付金事業を利用し進めているところでございます。市内に数多くある要望箇所においてついては、交通の状況や事業効果等を考慮し実施してまいりたいと考えております。また道路標識、道路標示による注意喚起規制標識につきましても、警察ととも連携を図り対応してまいりたいと考えております。次に括弧に区画整理事業について、野村清原地区の事業進捗状況及び今後のスケジュールについてお答えします。野村清原土地区画整理事業につきましては、2年半後の2020年度内の組合設立に向け、平成28年3月に組合設立準備会を立ち上げ、事業を実現するための取り組みを行っております。また本区画整理事業につきましては、議員ご承知の通り、本市に不足しています工業団地の整備を目的に行う事業として進めております。具体的な取り組みといたしましては、平成28年度に測量業務地質調査及び地区内の計画決定されています都市計画道路広岡東通り線の予備設計を、平成29年度には地区全体の基本設計を行い、道路網や公共施設の配置を検討し設計図を作成しました。地域の合意形成の状況につきましては、現時点では約 90% の事業同意をいただいている状況となっており、今後 100% 同意に向け準備組合として個別に交渉を進めてまいります。今後のスケジュールにつきましては、平成30年度には
都市計画道路高原通り線について国道19号クリアバ交差点から区画整理事業地内事業地までの区間約350メートルの測量設計を実施いたします。また区画整理事業につきましては事業計画案の策定を進め2019年には事業の本同意の取りまとめを行い2020年度中に長野県へ設立認可申請書を提出し組合設立の認可をしていただく予定となっております。いずれにいたしましても議員ご指摘のとおり市内には新たな工場や規模拡大のため必要なまとまった土地が不足している状況にあることは承知しておりますので関係機関と協議を重ねながらスケジュールに沿って事業を進めてまいります。私からは以上です。米久保副市長。私からは北部交流センターの建築主体工事のフラッグ札についてのご質問にお答えを申し上げます。議員ご指摘のとおりこの工事につきましては6月の5日に共同企業体4社の参加により一般競争入札を行いましたが予定価格に達しなかったためにフラッグ札となりました。そのため予定したスケジュールに遅れが生じ来年4月に予定されておりますセンターのオープンにも影響が出てくると想定をしているところでございます。オープンが遅れることによりまして北部地域特に広岡地区の皆様の地域活動等に対してですね実は昨夜も関係の皆さんにご説明をしてご理解を賜ってまいったわけでございますけれどもなるべくご負担がかからないように今後関係者と調整を図りながら対応をしてまいりたいというふうに考えております。またフラッグ札の原因につきましては設計者と詳細な調査をしてございます。議員ご指摘のとおり特に入札時に入札参加者から提出をされます内訳書を参考にしましてですね現設計書と照らし合わせてどこがどういうふうな形で私どもの目論見と違っていたのか一部ご指摘のとおりですね県産材の確保供給についてですね違いが認められているというふうな報告がございます。ただそれだけではございませんで建て方の考え方とかですねその辺の違いもございます。この辺を極力早めにですね調査をさせていただいて変更の設計をすべく今努力をしているところでございます。いずれにいたしましても地域の皆様のご不便をできる限り最小限に整えるために短期間で調整を行ってまいりたいというふうに思っております。またどうしても工期が本年度中に終了しないということに相なりますので大変恐縮でございますけれども、その際には債務負担行為のということで予算の変更をさせていただく、これをですね議会の議決をお願いをしなければならないということでございます。この点に関しましてはまた全協等でですねお話を申し上げてご理解を賜りたいというふうに考えておりますので、その際にはどうぞよろしくお願いを申し上げます。私からは以上でございます。